どうも、チキバです。皆さんはマイクラをやっていて物資が足りなくて困ったことはありますか？チキバサバでも最近コンクリートが足りなくて困っているんです。ということで今回はこちらに置いてある物資すべて無限化していこうと思います。個人的にエンドロの卵を無限化できるのが激アツですね。そして無限化する装置をエンドに作るので、このエンドを消していきます。本当は全部壊さなくても大丈夫なのですが、見栄えが悪いので、すべて消していきます。まずはじめに、エンドゲートウェイポータルを20箇所開放します。そのために、このエンドクリスタルが大量に必要です。そのための資材集めをしていきます。ガストからガストの涙を集めて、エンドクリスタルを作ります。そして、エンドラを倒す。という流れになっています。途中からね、ベッド爆破なども使ったりして、まあ、結構エンドラ倒すの楽しかったですね。エンドゲートウェイポータルを20箇所開放できたので、早速エンドを消していきます。まず最初に約4万個の黒曜石を破壊していきます。掘った黒曜石をシェルカーに詰めて並べてみた感じがこちらです。こちらはエンド用イーターになります。通常のイーターとは違って、ピストンで TNT を押し出すので、高い位置から深い位置まで掘ることができます。ということで、エンドが壊し終わったので、今回の目的であるコンクリート製造機とその装飾に使う物資の調達をしていきたいと思います。はい、というわけでね、早速集めているんですけど、全てのアイテムが無限化されているわけではないので、一つ一つ手作業で集めている時もありました。装置のね、アイテムを集めている時にたくさん喋るピグリンがいました。これね、どこかのチャンネルで見たことがあったので、自分も出会えてめっちゃ嬉しかったです。早速装置を作っていくのですが、作ることよりも材料を集めることが大変でした。コンクリートファクトリーのストレージだけで約1万個のアイテムが必要です。これらを集めて作るだけで約1週間近くかかりました。装置をすべて動かすと、鍾乳石、金床、エンドラの卵、コンクリート、砂、砂利などが一度にたくさん手に入ります。これらは発展していくにあたってすごく重宝されると思います。コンクリートファクトリーとストレージは参加者のトピさんが設計してくれました。はい、ということでね、こちらのストレージとコンクリートファクトリーの回収機、そしてコンクリートファクトリー、なおもろもろ全ての装置が出揃いました。なので、これだけだとね、少し殺風景なので、これにこれから装飾をしていきたいと思います。こちらがね、装飾の材料になるんですけど、これトータルで5万ブロックあるんですよね。そして、これかなりやばくてですね、今年中に動画を出したいんですけど、これ今現在が12月23日の朝6時なんですよね。で、ここから装飾を完成させて動画を出すのが間に合うのか間に合わないのかわからなくて、すんごい今ヒヤヒヤしてます。ですが、急ピッチで材料を集め、早速倉庫の装飾に取り掛かっていこうと思います。さあ、行くぞ。そして、大量に使うアイテムは装置で集めました。このガーディアンファームは簡単に作れるのに毎時5万5000です。すごく重宝してます。そして、クォーツが大量に必要なので、全て交易で集めています。元にあった交易説では時間がかかるので、石工さんを増やしまくりました。これはチキバサバの第2次ベビーブームです。
はい、ということで、全部の物資が集め終わりました。ただいまの時刻が3時ですね、朝の、クリスマスイブです。12月24日、すべてのアイテムを、揃えることができました。合計でね、5万ブロック今日の朝からずっとアイテム集めたんですけど、参加者のね、みんなが手伝ってくれたりして、なんとか1日で集めることができました。ってことでね、まあ3時なんですけど、まあ、これから建築をねやっていこうと思います。はい、頑張ります。はい、ということで、衝撃の事実がここで分かったんですけど、リプレイモッドっていうのがね回ってなくてですね、今までずっと建築してたのが取れていなかったんですよね。で、今が12月の25日クリスマスで16時間ぐらい建築をしたんですけど、まあ、正直めっちゃ迷ってますけど、まあ最初から作り直そうかなって思います。 50% までいったんですけど、はい、頑張ります。ということで、いかがだったでしょうか。今回はね、エンドを消してコンクリートなどのアイテムを無限化する装置を作り、その装置の装飾までやってみました。期間がね短いながらもやることが多くて大変だったのですが、無事に完成してよかったです。実際に装置を動かしてみると面白いですよね。レバーを引くことでコンクリートパウダーからコンクリートに変えることができます。アイテムも自動で仕分けてくれます。それぞれのアイテムが毎時10万から8万ほどで集まります。そして敷場スタバでは作業税、回路税、建築税などを募集しています。興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。 X の方のフォローもぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。